1959年玉の会、田三郎。1923年1月2日から1987年9月27日は、大分県大分市出身で、二所の関部屋に所属した大相撲力士。最高位は、東関分け。前世紀の体格は181センチメートル、120キログラム。特異種は、右四つ、櫓投げ、外掛け。引退後は、 年寄り、十二代片尾波を襲名し、片尾波部屋を起こした。1923年1月、両邸の板前の家に、六人兄弟の長男として、生まれた。小学校時代は野球に熱中しており、大分県立商業学校からの誘いもあったが、中学には進学せず、玉二式の一校が巡業に来たのを見て力士になる、ことを死亡した。 最初本人は、郷土の英雄であった双葉山への入門を希望した。ものの、玉錦が二枚観察で師匠でもあった二所の関部屋に入門、1937年5月場所で初土俵を踏んだ。同部屋の神風とは同期だった。当初の四個名は、復獣。幕下だった1940年に、上海で巡業が行われた時のこと。 酒と食事を振る舞われた後に宿舎に帰ろうと、寄放者を止めたが酔っ払っていたことを理由に乗車拒否、される。主壁の悪い服従は怒って運転手を引きずり、おろし喧嘩を始める。そこへ、憲兵数名が駆けつけるが、悪いことに、彼らも酒を飲んでいた。いきなり軍刀の鞘で殴られて激怒した服従は、その憲兵全員を叩きのめしてしまう。 憲兵に暴力を振るいしかも倒してしまったところへ、今度は、シラフの憲兵が駆けつけて、拳銃を抜く。このためあ,あや殺されるかというところだったが、当時大関の羽黒山と、師匠、玉二式なき後に、二所の席を継いだ玉の海が懸命に詫びを入れどうにか、許された。また当時は大日本相撲協会の理事に、予備陸軍大将がついていたことも服従に有利に、働いた。 その代わり教会から破門することが条件とされてしまった。さすがに逆らえず除名となった。太平洋戦争開戦後の1942年1月、海軍の軍属として、トラック諸島、テニアン島、ガダルカナル島の飛行場建設に従事した。米軍の攻撃により、ジャングルへ逃げ込むが気が地獄を生き延び、戦死、病死、合死者2万5000人以上という敗戦の中にあって、 結合作戦によって奇跡的に救出された海軍の生存者832名のうちの一人となった。マラリアとアメーバセキリにかかり、一週間の命であったが、これも生き延び帰国。大分市内の実家に帰ってきた時は、出発時9 0ラムの大男が骨と皮に痩せていたという。病み上がりの1944年を春。 徴兵検査を受け現役兵たる陸軍に当兵として陸軍に入営。部隊は満州から南方戦線へ転戦したが教育課程未終了であったのでただ一人外された。部隊はサイパンの戦いで全員玉砕したためまたもや生き延びたことになる。東安省虎林で終戦を迎えシベリアへ抑留されたがソ連軍艦士兵の目を盗んで脱走。 貨車に潜り込み中国領内に逃げ込んで中国人に変装した。1947年に福音戦で帰国。その後数年の間、故郷の大分や愛媛県野村町でアマチュア相撲のコーチをして暮らしていた。1950年に師匠、玉西樹の夢を見たという。すると、その翌日に二所の席から波紋を解くから戻って来いと言われて復帰、幕下格で帰参した。 神風には、わしが辞める時になって帰ってきたのかと言われたらしい。帰参当時すでに27歳であり、同期生が幕内の上位などで活躍してた中での再スタートであった。後に、本人はこれについて、本当に相撲というものを愛してなかったら、務まらなかったですねと振り返っている。帰参直後、当時大阪場所では、 近畿大学のコーチも建設していた玉の会はすでに入幕していた琴ヶ浜と巡業で手があったが、琴ヶ浜の内掛けには手を焼いたという。肩の骨の骨折により一時期足踏みしたが、1952年9月場所で新入幕。1953年5月場所、2日目に命の恩人、羽黒山と対戦、高熱を出していたが出場しかって、恩を返した。これが結果として、 羽黒山最後の土俵になった。1956年9月場所では小結で9勝6敗と勝ち越し、主君賞を受賞。この場所の中日に土地式に勝った時、当時の雑誌、相撲には、なあての悪役玉の会と紹介された。その後席分けで2場所連続11勝4敗、主君賞と関東賞を1回ずつ受賞し、 三場所連続三役在一勝三場所合計三十一勝とした。当時の基準では大関に昇進してもおかしくない成績だったが、同時期に連続三場所関分け在位して合計二十九勝であった朝潮が直前の優勝を評価される形で大関昇進を認める結果となった。その後マラリアにかかり、無念の二場所連続休場、一時は 体重が9 0ラムまで落ちたが懸命に回復に、勤め14枚目まで落ち再起をかけた1957年、九州本場所、講演会より送られた金色の回しを締めて土俵に上がる。理事長の時津風から、回しの色にも規則があるからダメだと指摘されるが、この場所を最後と覚悟を決めていることを話すと、特別に許可を得ることができた。稽古がままならないまま迎えた。 この場所では、見事涙の全勝優勝を飾った。初日の井川は取りづらくて手を焼き、三日目の牛を、二式戦では負けていた相撲をうっちゃりで拾ったが、千秋楽の広瀬川戦では豪快な呼び戻し気味の、救い投げで広瀬川を横転させた。千秋楽に引退発表を考えていたそうだが、遺留され、現役続行となった。この優勝により、 1> 第1回九州本場所での優勝力士として、名を残すことになったが、実は前年の九州準場所でも優勝しているため、事実上の九州場所に連覇だった。なお、これ以降、2019年1月場所終了現在まで、平幕の伝承優勝達成者は、現れていない。栃木式には滅亡強く通算対戦成績は、玉の会11勝、栃木式16勝。 最後に6連敗するまでは、勝ち越していた。これはかつて、土地二式に、初顔からに連敗した時に勝ったら、検証を出すと言われたことがあるようだ。取り口は怪力を生かし四つみから、やぐら投げを放つなど豪快そのもの、荒帽子の異名を取った。稽古熱心さで知られるが、本人は1957年、11月場所後の座談会で、 稽古をしなかったらうるさく言われるというより巡業の間が持たないため稽古を重ねることができたという趣旨のコメントを残している。1961年1月場所後に引退しとしより片尾波を襲名、内弟子を連れての二所の関米屋からの分家独立を考えていたが、1964年に控える理事長選挙の評伝を確保しておきたかった二所の関が許さず、 とりあえず新弟子のみで部屋を起こし、1962年5月場所前には、内弟子を連れて部屋を飛び出す、実力行使まで行った。すると起こった二所の席は、片尾波が連れて行った席取り2名という防止された、幕下力士2名を除く青年に達した、養成員全員分の廃業届を書く。どうにか取り消されたが両者とも言及処分。結局その後、 先代の二所の席である玉の海を呼んでの話し合いの結果独立は許された。独立後は新緑一におもっと王に掲げて弟子を育成した。しかし1971年10月11日、部屋頭であり、この先ますますの体制が期待されていた相弟子の横綱、玉の海が中水炎の切除手術を受けた入院先の病院で退院を翌日に控えて、 敗イ戦で休止するという悲劇に見舞われる。その後、小結、玉輝山、銅、玉竜、関脇、玉の富士を育てた。1988年1月の定年を控え、1987年9月6日には、相撲生活50年を振り返るパーティーを開いたが、9月27日、心不全のため、東京都文京区の順天堂病院で死去した。 64歳坊ー玉の海の17回帰法要が行われる予定だったという。玉の海は酒が大好きで主豪で知られた。しかし憲兵との騒動に代表されるように大変主壁が悪く酔うと暴れたり喧嘩を打ったりしていたという。現役時代のある時は都電の軌道上で横になるとそのまま眠ってしまったが、幸いこれを目視した列車の運転士が電車を止め、 通報で駆けつけた付け人が、運転士に頭を下げて、彼を連れ帰った。親方になっても、主壁の悪さは変わらず、ヤクザでも、警官でも構わず喧嘩を売り、力士以外では、止めることもできないので、警察も困っていた。しかし、弟子の玉の塔が横綱を見送られた時には本気で、禁止を考えたという。北の富士の著書によると、彼が死んでしの頃に、 早朝の朝稽古に向かう際、玉の会が部屋の前にあるおでんの屋台の前でヤクザ4人を正座させ説教をしていた。北の富士が事情を聞くと、玉の会がヤクザたちから肩が触れたと因縁をつけられ、天皇陛下から可視された優勝支配を抱いたこの方に気やすく触れるとは何事だと逆にヤクザを叩きのめして説教をしていたという。シラフの時は一見怖いが、 物分かりのいい親方として、弟子や記者など、周辺の者からの評価は、極めて高かった。そのため、片尾神が酒を飲む前に取材を済ませることが、記者の間では鉄則だったという。1959年に交際していた女性と、トラブルになり民事訴訟を起こされたが、2年後に、玉の海側が勝訴した。原告は、相撲ファンの女性で相撲部屋に出入りしており、 そこで知り合った玉野会と交際していた。女性は交際中に総額200万円の金品供与を玉野会に対して行った。だが次第に両者の関係が悪化し裁判に発展することとなる。女性は婚約不履行による医者料50万円と戦術の金品供与の総額200万円の返還を求めた。しかし東京地裁は 両者の間の婚約の成立を認めず、慰謝料の請求を退けた。また、金品供与も女性が、玉の会を喜ばせるために行った贈与であるとして、返還請求を認めなかった。妻は、関西を中心に活躍した元芸人のケイファルコ。ありがとうございます。